グーテンモルゲンということで、おはようございます。はい、ということでね、今散歩しています。朝7時ぐらいですけど、朝に散歩してますが、ちょっとカフェラテ買って、まあ今日ちょっと肌寒いんですけど、アイスカフェラテを買って、まあ、日の光をね浴びてリフレッシュして、今日オフなんで、ドイツ語勉強とかサッカー自主練とか頑張っていきたいと思います。Ich habe eine Reservierung für zwei Nächte. Haben Sie ein Doppelzimmer frei? Mein Name ist Yokoji. Y-O-K-O-J-I. Wie lange bleiben Sie in Deutschland? Ich bleibe hier einen Monat. Ich möchte einen Sitz am Fenster. テスト的なことを、ちょっとやろうかなと思います。見えてるかな？サッカー用語ですね。サッカー用語で、とりあえず29、あのね、ちょっと、マス的に29なんですけど、サッカー用語、試合中に言ったりする言葉やったり、そういうところの用語を書きました。で、これのね、意味をちゃんと覚えきれてるのかっていうことを、今からまあテストで、日本語の方をこっちの方にね、まあ、書くなり言ってくなりちょっとやっていこうかなって思います。スバイカンプは簡単です。1対1。ウムシャーテン、ウムシャーテン、これは切り替えるっていうことですね。切り替えろ。ドッペルパス、ドッペルパス、これはドッペルですね。ドッペルで試合中は、相手じゃない、ワンツーで、ワンツーをするときに使えるので、試合中はドッペル、パスはいらないって感じですね。で、ドレ、ドレーンの、命令形だったかな、ドレ、ターンしろですね。ブリング。ブリング。これは、さっきのフランケと一緒でセンタリング上げるとかそういう意味ですね。クラッチ。クラッチ。これは、落とせ。あの、くさびのパスとか、その、センターバックとか、そこからボランチだったり、まあ中の選手、前の選手にボールを当てて落とせ。って意味ですね。次、バイター。バイター。
バイターは、続けろです。これは、奈良クラブトップチームの練習とか行ったりした時にも、そのトップチームの選手でドイツ行ったことがある選手とかがいて、まあそういう人にお話ししてもらった時にも言ってたんですけど、やっぱりこのバイター続けろとか、さっきのウムシャルテン、あの切り替えろとか、そういう言葉はやっぱり、まあ日本でもすごく使うじゃないですか。そういう言葉はやっぱドイツでも多く使うって言ってましたね。レストシューター。これちょっと難しかったですね、最初。レストシューター、リンクスシューターって言って、まあシューター、肩ですね。の、レストリンクス、レスト右、リンクス左、英語で言う、ライト、レフトがレストリンクスで、ね、肩って意味なんで、シューターが。レストシューターやったら、右肩の方、だから右後ろから敵が来てるぞ。左やったら、リンクスシューター。左後ろから敵来てるぞ。っていう伝える時の言葉らしいですね。とりあえず、全部書けましたね。ドイツ行こうってなった時ぐらいから勉強をしてたので、ある程度もう頭には入ってますね。多分全部合ってます。ツバイカンツ、1対1。ゲーデンプレス、ボールを取り返す、取りに行く。ヒンダン、後ろ、相手が後ろから来てる。ザイト、フリー、レオ、スルー、ツルック、下がれ。ブライト、広がれ。ウンシャーテン、切り替えろ。ゼクセ、選手交代。クワツ、ニア、ランク、ファー、ドッペルパス、ドッペル、ワンツー、アップシューズ、シュート打て。フランケ、センタリング上げろ。コンタ、カウンター、ドレ、ターンショー。ハッテデンボール、キープしろ。ブリング、センタリング、クラッチ、ボールを落とせ。フェスタ、ボールを強く出せ。パス出せ。ファイター、続けろ。ルイ、落ち着け。ディレクト、ダイレクト。レスシューターが右後ろから入ってきてる。リンクスシューターが左後ろから入ってきてる。アウス、アウト。ボールが外に出たとき、アインドゥッケン。中に絞れ。で、コンパクトがコンパクト。で、チーフはディフェンスラインを仕上げろ。はい。29問。多分、全問正解だと思います。本当に基礎的な基礎だと思うんで、ここら辺はある程度覚えたんですけど、ここからもっと、たくさんいろいろ覚えないといけないことがあるんで、頑張っていきたいと思います。